はい、こんにちは、コーム本田です。今回ですね、コンテンハウスメーカーが嫌がる注文住宅に不向きな土地5選という形でお話していきたいと思います。土地から買われるときですね、いろいろ注意していかないといけないポイントってあるんですけども、一般的によく挙げられている内容でいきますと、災害マップをちゃんと見ましょうとか、地盤を先に確認できるのであれば確認しましょうとかですね、事故物件でないかどうかをですね、大島テルっていうサイトで見てもいいんじゃないですかみたいなお話っていうのは結構あると思うんですけども、今回のお話っていうのは、僕らとか、ハウスメーカーが嫌がる注文住宅に、あまり不向きですよとか、僕らができたら避けたいなというような物件もありますので、それについてですね、解説していきたいと思います。今回はですね、5選という形で5個挙げさせていただけたらと思うんですけども、まず1つ目がですね、不動産屋さんが手配する解体さら地の物件、2つ目、変形地ですね、極端な三角地とかはやめておきましょうということですね、3つ目、工事車両が入らない、4つ目、崖地で、建築士や擁壁にひびが入っている物件で、最後5つ目ですね、境界がめちゃくちゃ不明確な物件、この5つを、極力ですね、やめておきましょうとかですね、要注意ですよという話をさせていただくので、これについてですね、もう少し解説していきたいと思います。はい、でまず1つ目なんですけども、不動産屋さんが手配する解体さら地渡しの物件、これ皆さん分かりますかね。例えば皆さんが土地を探すときに売り地がありますよね。この地売ってるんだという形で、売り地を見つけました。ただそこにはですね、古い家が建っていましたとなったときに、その古い家って当然あると邪魔なので解体しないといけないじゃないですか。でこの解体費用っていうのをどういうふうに見てるのかっていうのを物件チェックをしていただかないといけないんですね。でこの建物っていうのを売り主さんが解体するのか、買い主さんが解体するのかによって全然話が変わってくるんですね。で、よく交渉としてあるのは、僕ら買い主さん側のお客さんによくつくことがあるんですけども、売り主さんの不動産屋さんとかに、建物を解体して、さら地にして渡してくれませんかっていう話になるケースがたまにあるんですね。その時に不動産屋さんが考えることっていうのは、できれば、こちらで不動産屋さん側の方で解体した方が良かったりするケースがあるわけなんですよ。これ何かって言いますと、やはりですね、古い家がついていると、先ほど言ったように例えば土地が1000万円で売ってたら、そこに古家がついているとすると、この古家を解体するのに買い主さんが費用を負担しないといけないわけですよね。例えば1000万の土地が売り地として、建物の解体費が200万かかりますとなった時に、実質この土地の価値っていうのは1200万円なわけですね。価値というか、お客さん買う費用っていうのが1200万だと思うんですけども、じゃあお客さんは、買う側はですね、じゃあ極力この費用を下げたいということで、解体費に今回200万かかるんで800万円にしてくれませんかというような形で、例えば売り主さん側の不動産さんに交渉をかけると、不動産さんはどうするかっていうと、この土地を800万円に値引きして売るよりも、1000万円のまま解体費を売り主さん側ですよね、その土地をもともと持っている売り主さんに負担してもらった方が、不動産さんってやっぱ儲かるんですよ。これ何かって言いますと、不動産屋さん基本的には仲介手数料っていうので動いておりますので、1000万円の土地の仲介で入るのと800万円の土地で仲介入るので、どちらが得かっていうと、1000万円の方が不動産屋さんってやっぱ儲かるんですよ。なので極力不動産屋さんは物件を1000万円でやっぱ売りたいって思うわけなんで、解体をじゃあ売り主さんでしますという形で不動産屋さんが提案されることがあるんですね。じゃあ売り主さん側に、じゃあ解体してくださいねとお願いするときも、不動産屋さんはすごい親切なので、解体屋さんも僕らよく知ってるので、解体しますよという形で、本来200万円でかかる解体費用の見積もりが出たりするとしても、そこをですね、少しやっぱ安くしてくれるケースも稀にやっぱあったりするんですよね。その代わりやっぱり注意しておかないといけないのは、解体さら地渡しっていうキーワードなんですよ。これパッと見ると、じゃあ建物の解体が終わりました、で買い主さんがその土地を見に行きました、あ、建物高くなって綺麗になったよねっていう形で、じゃあ売買が成立した後、僕らがその現場に入っていざ工事を始めようと思った時にあるトラブルっていうのが、結局地中の中に、基礎が残っていたり、水道の配管が残っていたり、雨水の配管がそのまま残ってるケースって結構あったりするんですよ。でパッと見た感じはさら地でわからないんですけども、いざ僕らが基礎工事をしたり水道工事をしようとした時に、その中からたくさんの大量の柄がゴミが出てくるケースがあります。これが結構トラブルの元になりやすいことがありますの でこれ不動産さんは基本的にやっぱりさら地渡しっていうと、表面上綺麗にしたらいいんだろうぐらいのレベルで、やっぱりやられちゃう業者さんも正直まだあるんですよね。なのでこの回転さら地渡しでお願いされる時っていうのは、
必ず地中の中に埋まってる基礎とか配管とか、そういうのも全て取ってくださいね。例えば大きい樹木が生えていたらその木の根も取ってくださいねみたいな形で、しっかり買い主さん側が、売り主さんの不動産屋さんや売り主さんにちゃんと声掛けして話をしておくっていうのがすごく大事になりますので、そこを注意した上で、解体さら地私の物件を買ってくださいという形になりますのでね、この解体さら地私を受け取る時の注意点ではそこになります。で、そこでもししていない場合ですね、僕らがその状態で工事に入って基礎を掘っていくと中から前の家の基礎が出てきたりすると、これ処分費としてオーナーさんに負担していただかないといけない形になりまして、またそれをお話しするとですね、なんかそんなに聞いてないとかっていう形でトラブルになるケースもありますので、まあそういうのがねやっぱりなりたくないので、そこはやっぱ注意して土地を探されたらいいんじゃないかなというふうに思います、ということです。はい、じゃあ二つ目なんですけども、変形地ですね。まあ極端な三角地とかっていうのが、まあ、嫌がられるケースがあります。これは工務店とか、まあ、設計事務所さんは逆に得意かもしれません。なんですけども、ハウスメーカーさんとかで、例えばこのプレハブとかユニットとかで家の形とか構造物をあまり触れないハウスメーカーさんだと、そういう三角形の土地っていうのはほとんど進められないケースが多いんじゃないかなというふうに思います。逆にハウスメーカーさんで家を建てようと、プレハブ系のメーカーとかですね、ユニット系のメーカーで建てようというふうに考えている方で、先に自分たちでね土地を買って、そういう極端な三角地とか、なんかこう形の悪いいびつな土地を買おうとするっていう時は、先に必ずやってハウスメーカーさんとかに相談してください。先に買ってしまってから、あのお宅で建てたいんでこれの土地に設計してくださいって言ったら、結構設計が苦労されたりとか、自分が思ったような設計にならないケースがありますので、そういった土地を買われる場合は先に相談を必ずしていきましょうと。で、まあ三角地じゃなくてもですね、五角形六角形とかですね、まあ成形地じゃない土地とかですね、間口が狭いとかですね、奥行きが極端に狭いとかいうような土地も、必ずですね買う前には工務店さん、ハウスメーカーさんに、この土地でどんなプランができますかねっていうことは必ず相談してから買いましょうというのは、条件になりますので、そこはちょっと覚えておいていただけたらなというふうに思います。はい、3つ目なんですけども、工事車両が入らないんですね。これあるんですけども、まあ皆さんよくわかると思います。当然大きい工事をするにあたって、工事車両って結構大きいんですよね。やっぱ2トン車のロングだったりとか4トン車のロングってまああったりとか、基礎を打つ時には生コン車が入ったりとか、ポンプ車っていうめちゃくちゃでかい車が入ったりします。で、そもそもその土地にその車が入らないとですね、当然工事ができなくなってきますし、先ほど言いましたように、ハウスメーカーさんとかユニット系の会社だと、もう壁とかですね、屋根とかですね、そういった形で全部持ってくるわけなんですね。もう窓がついたような状態で壁を面ごと持ってくるので、基本的に4トン車が入らないと、受けられませんっていうようなこともありますので、そもそも、工事車両が入るかどうかは必ず事前にチェックしていただく必要があります。この、工事車両が入る入らないのはまず判断なんですけども、大きい道路、例えばまず6メーターぐらいの道路があって、そこからこう車を曲げてですね、入るときに車をこう回転させるこう道が広ければいいんですけども、そこが極端に狭い場合、例えば工事車両自体は多分2.5 メーターぐらいあれば十分スーッとまっすぐだったらね入っていくんですけども、 2.5 メーター 2.5 メーターのこうカクカクっとした道だとやっぱりこう曲がりきれないんですよね。そうなると、仮に前面道路が 2.5 メーターあったとしても、工事車両が入らなかったり、生コン車ポンプ車がやっぱ入らなかったりとか、例えばユニット系のハウスメーカーさんだと、そもそもその材料自体が搬入できないのでできませんとかいうこともありますので、事前にですね、ちょっと前面道路がまあ3メーターちょっと切れる場合とかですね、いうのは必ず工務店さん、ハウスメーカーさんに事前に一度確認してみてくださいということですね。なので、その辺は不動産屋さんではなかなか判断できないことになりますので、道路が、例えば前面道路、土地の目の前の道路は3メーターあったとしても、それまでの進入路までしっかり考えて工事をしていかないといけなくなりますので、ちょっと狭いかなっていうふうに不安があるときは、必ずハウスメーカーさんとか工務店さんにお願いして現地を見てもらう方がいいかと思います。特にハウスメーカーさんだと、そういったユニット系の会社だと結構制限が厳しかったりしますので、買ってしまったけどそのハウスメーカーさんに建てられなかったっていうケースも結構周りにあったりしますので、それをちょっとご注意くださいという形になります。はい、で次4番目ですね、崖地で建築石や擁壁にひびが入っているケースですね。これまあ、場所によっても結構あります。姫路市はね、そんなに多くはないんですけども、まあ高台とかこう山ですね、山が多いようなエリアだと、こう崖地になってたりとか、建築石だったり昔の擁壁が
打ってあるところの上に家を建てるケースがあるかと思うんですけども、検知石これ何かってちょっとここでまた画像を出しておきますので、これのことですね。これ検知石って言います。まあこういう形で家の擁壁ができてあったりとか、まあ普通にまあ擁壁ですよね、あのコンクリートを流し込んだまあ擁壁で打ってあるところの上に家を建てるんですけども、その擁壁自体がもう何十年以上も前で、明らかに見た時にこうひびが入っているとかっていうところって結構怖かったりするんですね。でまあ僕らが例えばそういった土地に建築をしたいというふうに依頼を受ければ、やっぱり中上改良とかっていう形で杭を足していただいたりとか、まあちょっと難しい話なんですけど、安息角って言って、まあ、あの基礎がですね、土圧に圧をかけないぐらいのその基礎の深さを計算してですね、深基礎っていうのをするケースもあるんですけども、この崖地で建築士や擁壁がこれ大丈夫なのかどうかっていうのは、これすごく規定が結構曖昧なんですよね。もともとあの構造検討をされている擁壁とかであれば、そういう計算書が残ってたりとか、当時の設計図面が残ってたりして、あのそれがまあ作られて10年とかね、ぐらいでそういったきちっとした図面が残ってる分だったらまだいいかもしれないんですけども、昔のそういった検知士とかになってくると、当然その当時の設計図面とか当然構造計算されたものではありませんので、まあ、それが持つかどうかってわからないんですけども、これが大丈夫かどうかっていう判断っていうのは設計者判断で出るんですよ。この設計者判断っていうのが結構もう曖昧なんですね。もう本当に現地行って見てひびが入っているいないとか、まあ、その現状見た目ですよねいうところでしかほぼほぼ判断できないので、基本的には設計者判断ではほとんどがまあ NG っていう形になると思います。なのでその検知石とか擁壁で特にまあひびが入っているとか、もう明らかに見た目が古くてっていう場合っていうのは、必ずですね深基礎をしたりとかですね、改良工事でコンクリート杭を打ったりとか、交換杭で鉄の杭を埋めたりとかして、もしその擁壁が崩れたとしても家が倒れないような形の基礎にしたりとかですね、地盤に補強したりとかっていう費用が必要になってきますので、その辺はしっかりですね見極めてですね土地を購入された方がいいんじゃないかなと思いますというところですね。で結構イケイケの設計者になってくると、まあ大丈夫でしょうみたいな形の軽いノリで、この擁壁だったら大丈夫でしょうみたいな形で設計者判断で OK 出すケースもあるんですけども、これが結構やっぱりトラブルになっちゃいますので、あくまでもオーナーさんがそういったことを知っておくっていうのはすごく大事だと思いますので、崖地ですね、要は検知石とか擁壁に建てるときは、まあ、そういうふうなことがあるんだなっていうことはちょっと知っておいていただけたらというふうに思いますという感じです。はい、で最後5つ目ですね。境界がめちゃくちゃ不明確な土地ですね。これ結構嫌です。はい、不動産屋さんに聞くとですね、やっぱり結構その境界明示ってしてくれない方が結構多いんですよね。でやっぱり境界を明示しておかないとトラブルに巻き込まれるのはやっぱりオーナーさんなんですよね。その当時はそれで良かったかもしれませんけども、お互いに例えばその土地を受け継いでいくにあたって代が変わった時に、境界ってどこなのって話をした時に、そのここじゃないあそこじゃないっていう形でトラブルになりやすいことがあります。で今は基本的にやっぱり僕がおすすめするのは、必ず土地を決済する前にある程度境界の明示はしてもらってくださいねという形で不動産屋さんにも言いますし、オーナーさんにもお伝えをします。以前あったのがですね、まあそういった形で境界明示がちょっと不明確だったので、オーナーさんに不動産屋さんに確認しておいてねっていうふうに言ったら、その不動産屋さんが言った言葉が、いやそれは工務店さんで調べてもらってくださいねって言われたんですけどっていうような返事が返ってきたんですね。もう僕はもうはーっと思ったんですけど、で基本的にそれをするのが不動産屋さんの仕事だと思いますし、なんでそれを僕らみたいな工務店に振ってきたのかが全く意味が分からなかったんですけども、不動産屋さんによってはそういうことを平気で言う方もいらっしゃいますので、そこは要注意じゃないかなと思います。不動産屋さんの仕事ってそれが仕事なので、その協会を明示させて、ちゃんとここが協会でお互い揉めないでくださいねっていうところまで取引に立ち会うっていうのは、基本的には不動産屋さんの仕事であるべきだと思いますので、僕ら一切当然だけど関係ないといえば関係ないですね。僕ら工務店があったのはまだそこの段階ではもちろんその土地の契約に関わっていなかった状況だったので、その時点で僕らが当然協会明示の立ち会いをする理由もないですし、義理もないので、基本的には不動産屋さんがするべき仕事を、あとかも当たり前のように工務店に振ってきたりとかするわけのわからない不動産屋さんもいっぱいいますので、そこはご注意してくださいということですね。で協会明示はできませんっていうことを普通にこう当たり前のように言う不動産屋もあるんですけども、やっぱりこの辺っていうのはですね、やっぱり長い目で見た時に揉めないようにするために、協会明示ができない、できていない土地なんであれば、もう僕は買わないというようなぐらいの意思表示をされて、土地を売買されてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、特に古い村の中だとね、やっぱりそれ結構そういった協会トラブルっていうのは、近隣とのトラブルにつながっていきますので、そこは、しっかりですね、最初から明示してもらう方がいいんじゃないかなと思いますので、それはお勧めしております。
で、まあ、それがしっかりしていないと、僕らもですね、建物を建てた時に建物の境界を越えてたとか、建物の軒の出がお隣の巣ははみ出してたとかっていうようなトラブルがあったとしても、なかなか僕らって責任も取れなかったりするんですね。今はですね、僕らも契約書の方にそういった境界トラブルに関しては一切責任が取れませんので、オーナーさんの方でしっかり境界明示を確認しておいてから僕らが工事を入らせてくださいねっていう形の約款に変わってたりもするケースもありますので、その辺の境界の明示でトラブルになって泣くのはですね、やっぱりオーナーさんになりますので、境界の明示に関しては土地を買われるときに不動産屋にしっかりお願いするっていうのが大事なんじゃないかなと思いますし、それができてない土地っていうのは僕らもすごく敏感になりますのでね、その辺はちょっとご注意して土地を買われた方がいいんじゃないかなというふうに思いますというところです。はい、ここまで5つ挙げさせていただいたんですけども、もう一度整理いたしますと、不動産屋さんが手配する解体さら地の物件を要注意と、変形地ですね、極端な土地っていうのは買う前に必ずハウスメーカーさん、工務店さんに相談してくださいということですね。で、変形地、三角地、得意なのはどちらかというと、設計事務所とか工務店の方が割と柔軟に対応できるんじゃないかなというふうに思います。で、あと次ですね、工事車両が入らないですね。土地の前の道路が広くてもそこまでの進入路が狭いと車が入らず工事できない可能性もありますし、ハウスメーカーさんによっては建てられない土地になるケースもありますので、そこまでしっかりチェックしてから土地を購入するようにしてください。で、4つ目ですね、崖地、建築士や、擁壁にひびが入っている土地っていうのは設計者判断で、改良がいるかとか、その補強がいるかとかっていうのを決められてしまいますので、その時はちょっと要注意して土地を見てくださいという感じです。最後5つ目、境界の明示は必ずしてもらうこと。不動産屋さんは境界明示結構嫌がる方多いんですけども、そこは粘ってですね、境界明示をしないとこの土地は買えないというぐらいの勢いで、不動産屋さんが交渉してもいいんじゃないかなということです。はい、以上5つ挙げさせていただいたんですけども、これってですね、まあ、僕ら業界では当たり前なんですけども、お客さんの中ではなかなか知らないこともあると思いますので、土地を買われるときはですね、これを参考にして土地探しで頑張ってみていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そしたら今回は以上になります。この動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとですね、メールマガジンやっております。メールマガジンではですね、このおいた動画でですね、発信できないのことをメールマガジン限定で動画にして配信しておりますので、よかったら登録してみていただけたら幸いです。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。